はいどうも皆さんこんにちは。今回はねこのスマブラスペシャルのね主人公と言っても過言ではないカービィをね使ってまあプレイしていきたいんですけど、まあね散々発売当初は最弱言われてまあねひどい扱いを受けていたカービィなんですけど、まあいろいろねアップデ修正で強化が入ってますので、まあその辺を使ったらね戦っていけるんじゃないかということで、まあ今回はその辺の魅力を紹介していきたいと思います。はい、そんなカービィの B 技からまずは吸い込み、まあ、一応これオンリーワンの能力で、まあデデデとかと違って反射はできないんですけど、まあその代わり相手のねニュートラル B をコピーできるっていうオンリーワンで楽しい能力を持っています。はい、まあでも普通のデデデの吸い込みの方がまあねぶっちゃけ反射がある分使いやすいですね。はい、で一応アピールで解除できます。はい、で横 B、これハンマー貯めて最中食らうんですけど、まあ、その代わりね、スーパーアーマー付きの重い一撃が相手に繰り出せるっていう感じで、まあ、ひっかオブラートに包んで言えばゴミですね。はい。まあ、なかなかね、これ当てれるぐらいならスマッシュ技当てれるよみたいな、はい、感じですね。はい。で、上 B、ファイナルカッター、これ全部当たって14ダメージ。まあ、控えめに行ってカスですね。まあ、でも一応復帰技として、なんか反対側だったら掴めないので、まあ、やっぱダメですね。はい。で、これ、下 B がストーンですね。なんか、修正によって、なんかコンピューターレベル3とかに対してかなり刺さる技なんですけど、これ。なんか修正によって、出始めにスーパーアーマーがつくようになったらしいんですけど、まあだからなんだって感じですね。まあ一応だから、なんかその場でストーンになりまくってたらワンチャン、相手に刺されますよ、みたいな感じですね。はい。で、投げ技が全体的に弱くて、なんかどの投げからもなんかコンボが繋がらないみたいな、そのくせダメージも低いみたいな。で、カービィの弱点は、軽さですね。まあ、非常に軽いので、まあそこもね、まあダメなんじゃないかなと。まあ一応まあ投げるとしたら前投げかな。前投げがまだ一番可能性ないな。はい。で、そんな感じで今回は、一応あとバーニング強いです。はい。この技だけ強いです。で、そのね、バーニングを生かして立ち回っていきたいと思うので、よろしくお願いぽよ。ハッサクさん対戦よろしくお願いします。絶対違う。いつも大体英語の名前なんか適当にイントネーションで言ってればごまかせてる説。てか、リトルマックじゃねえか。まあリトルマック相手には、なんだ踊るか踊らしてるよ死のダンスを。ちょっと崖際で。いや、無理か。空下指導ね、とりあえず。行って。なんか、こいつの攻撃しゃがんでよけれそうじゃねが、じゃすが、じゃすが、おーおーおー。行って。おいで。ピョー逆キックいえ。リトルマック相手だったらな。ここで。おいで。ガイさすがに持ってくるか。もうちょっとダメージ貯めた方がいいな。いらっしゃいませー。行き先は地獄でしゃがんでよける。しゃがんでよける。バン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 チ。やばいな、KO が溜まった。どうしようか。ストーンの状態って KO 食らうのかな実戦。実戦、検証完了。聞くようです。おや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 ピョーンおいふざけんななんで今当たってんだよ。今あれスーパー、俺もスーパーアーマンだった。せっかくセスラの見切り決めたのによ。しゃがんでよける、無理だ。やべ、このまま負ける。下様やめて。おいでやす。パチ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 。お前はもう戻ってこれない。バキュームオブザイ向けある。リリース。バキュームオブザイ向けある。やばい。早い。これ、下様来い下様来い。ハッサクさん対戦よろしくお願いします。まあ現環境最弱キャラと呼ばれたこのカービィが、まあ現環境、まあ環境トップであるこのリトルマックをね、どう対処していくかっていうのを今回は皆さんに、ご指導、ご鞭撻していけたらいいと思います。まず、まあ、例にのっとって、まず相手のパーセントと思います。まあ、そこから始めます。はい。まあ、ね、ちょっとはね、まあ、その代わり、まあ、ちょっとね、難しい、そこ、パーセント貯めるところは、まあ、ね、誰しもができるところではないかもしれないんですけど、まあ、そこはご愛嬌ということで。はい。でも、これぐらいの、まあ、大体、そうですね、まあ、大体、50% 近く貯まったら、貯めます、マックを。で、まぁ、両津勘吉になって、ユッキー。で、この、何の意味のない下、痛い。まぁ、相手も、言わ、おぉ素晴らしいお、かっこいいもう一回おい、ノリ悪いお前、あはは、やると思った。うん、これね、B を共演させることによって、相手に KO ゲージを使わすっていうね。うん。これ、B やらなきゃいけない俺も B やらなきゃっていう使命感を相手に持たせて、相手、KO ゲージ溜まってるから、KO ゲージ使っちゃうっていう。はい。お前がノリがいいやつ、まだやってくれるかもしかして。おおやってくれるおっ神寸止めやめろお前寸止めテックやめろお前ハンマー25も入んのか俺がハンマーだ来いよそこバーいやちょっともう一回来い近いうおらー邪道止まってる相手に対しておおおキャンプや楽しいあバカ野郎お前バカ野郎そんな甘い世界じゃねえんだよカウンターぐらい読めるわ
カビカビ危ない。じゃ俺も両津関係中鳴らしてくれ。それすぐ見んのかな。いらっしゃいませー。ご退場されたわ。僕も欲しい。よし勝負の始まりだ。うわーうらーエクスプリカこれね。あ間違った。あの止めてくれた。イエス。おミス。ここエクスプリカ。なんだこれてか何のゲームしてんだ。ちょっと吸わせてくれ。あ吸わせてくれ。そう吸わせてくれ。お死ねん。あっ来た。ちょっと見て最低のとこ見ないでしょ。これ待って死ねんじゃね。殺す。まあ、すいませんね。まあ、たまにはこういう動画があってもたまにはね、まあ、こんだけね動画上げていってるわけだから、まあね、こう何度も何度も同じ人とね対戦する動画があってもいいんじゃないでしょうか。というよりも、負けたまま引き下がれないんで、ちょ、無残な、できれば、どれだけこいつが無残な死に方してくれるかだけを想像しながら今プレイしてる。さぞ、ハピネス。あはは、マジか、届かないのか。そのまま死ぬと思ったね。ぽよん、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 ぽよん。こっから、繋げる。無理か。いや、火力ねえな、ほんと。てか、下に投げてストーンしたら終わりじゃね。今更だけど警戒してるね。警戒してるね。ぷよん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 。足長い。足の長さ利用してけ。ぷよん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 。ドラー決まった。うおー、いてて。やった。吸い込み引き、無理やり引き剥がされた挙句。そんなのダメ、痛い。俺と一緒に心中しようぜ。いらっしゃいませー。そしてお帰りはあちらです。死ぬバツアブラス。しゃがみ行く、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 しゃがみ行く。転ばない、なかなか転ばない。普通に上がらせてくれた。いた、死ぬ。あぶれ、こっち投げて。ああすぐそれ使っちゃうよね。いやー意外とだよね。カビこのバカみたいなストーンから解除してもう一回ストーンをすることによって実質無敵。そのもう一回ストーンをして、さらにそこからもう一回ストーンにつなげることによって実質無敵。そしてここにストーンをつなげることによって実質無敵。そしてハンマーをおもむろに構える。でお前は B ボタンをノリがいいからためバーそうだった、 B ボタン溜まってた。 KO ゲージ、ウィーン。いいんですか、もうミスないよ。やっ、アイユーさん対戦よろしくお願いします。パックンフラワー増えたな。てかパックンフラワーのカービィ見たことないの。そのコピー能力させてくれ。まずコピーさせてくれ。きた、だからバッキョー食われてる、食べられてるすでに。パックンフラワーのこのニュートラルビー強えんだよな。カービィと組み合わせたらめちゃくちゃ強いんじゃないの。もうここでこれやってるだけで勝てるみたいな。あ無理か、あれが当たったらな。取らせないよ、やらせないよ、やらせないぜ。三段勝つよ。ピョーンここに上げてるだけで勝てまーす。はい、実証完了。あそこに上げ、ガキ際で上げてるだけで相手が圧で落ちていく。バナナホップ、ヒップホップバナナが痛い、つえ。俺もやっちゃおう。攻撃してみるよ。掴んだら当たるんだよな。掴め、やめるか。短い手が、伸ばせ、全力で。足を、痛い。稼ぐか、パーセント。あ、やばい、フランクリンバッチ取られたら、ナイス、俺の、どっちがって、フランクリンバッチ。はい、ピューン、しょーえい、しょーい。なんかめっちゃ繋がる。ピューン。つえあくそ、当たんなかった。はい、俺の避けるよ。面白いじゃないか、お前、なかなか。なかなか面白いことするじゃないかよ。たま、俺もなんか、いつかはそれやろうやろうって悩んでたんだけどな。先にやってくれるやつが現れた。いつかはな、受け狙いでわざとそれ やってやろうっていう日が待ってたけど、先にやってくれるやつがいて助かった。はい、上、ニュートラル。でっくそ、俺のパックンが。これお前あれにぶつけたらどうなんの。死ぬんじゃねえ、知らねえか。お正気が必要だね。まずゲッチュ、やべ取られる、ダメ、俺のダメだ、お前は俺のだ。クソ取れねえ、下手くそか。この時ってさ、こうやって取られた、クソ熱い。これどうなんだ、これ大したダメージなんだよな。
おいでやすー。痛い。じゃあもう一回欲しい。お前のコピー能力欲しい。モスボール。いやいや、これ吸い込めないのか。やばい、ゾロアークはやばい。ゾロアークやばい。あ、ゾロアークやばいと思った。華麗な MKR さんはこれね、的確に受け身取るから。ひょーん。今日ダメだな、俺なんか。舐め腐ってるプレイが。食え。オッケー。これで世界を変える。まず飛ばす。出す。お、当たる。もう一回。もうここにやっとくことによって実質無敵。この B 技だけで絶対勝ってるよ。絶対ダメ。あ、マジか。これはもうストーン回避しよう。よし。あの、死んだわ。ケイスさん対戦よろしくお願いします。久々に日本人だったと。なんか俺の最近の動画の6、7割外人な気がするんだけど。痛い。ウルフか。ウルフのこのブラスターってしゃがんでよけれるんじゃね？はげよけれる。基本的にじゃあこれ、バカらしてやるよお前。お、なんかブーメランが来た。違う、これじゃない。回復美味しい。ブラスターでも回復できるのか。そう、お前を伝えたら OK。かっこいい眼帯カービィ。お、いえ。やばい。それもやめろ。うわっ、返せ俺の眼帯。バーニング吸い込む。これどうして、どうやって戦おうか。まず飛ばす。僕のモノポヨ、僕のモヨポヨ。絶対リフレクターする。しなかったけど。なんで取られてんだよこれ。返せ。その回避の仕方反則。え、これ耐える、さすがに耐える、さすがに知らない。 8% だからまだ。引くわ、死んだらカービィにドン引きするわ。オッケーオッケー。ちょっと危なかったし。やばいやばい、なんかいる。ちょ、悪い字吸い込めないの。あ、くそ、持ってきたな今これ。絶対もらうやんこれ、絶対もらうやんこれ。バカー、危ない。出て出て出て、やめろやめろお前、出番ないからってやめろお前。死ぬー。勝てねえじゃんこれもう。あ、いや、世界変えそうなアイテム来たわ。はい、決まりました。これ、ウルフはきついだろうな、これ。もう一回やっと終わりじゃん、これ。あ、なるほどね。そう、あ、なるほどね。そういうことする。いいいい。ダメダメ、俺のだから、これ。さよなら。新しい使い方、キノコの。ここ配信さん対戦。やべえ、配信されちゃう。やめて、恥ずかしい、今ノーメイクなの。やめてくれよ、緊張しちゃうじゃないの、そんなの。まずはパックンフラワーの。さすがに申した、さすが配信者、わかってる。さ、上に持ってったところはニュートラルビン。はい、投げる、はい、投げる、はい、上に持ってったところニュートラルビン。そして、あ、上に持ってったところニュートラルビン。そして上に持ってったところ、さすがにね、このパックンフラワー使いて。パックンフラワー使いたくなってきた。ニュートラルビン。お、カービィ本家、本元のスターロット。たまには星出して使うか。投げてしか使わない。でも、スターロットの相手の飛んでくベクトルいいんだよな。お、やるか。ボンバーマン。てか、そう思うとカービィのアイテムって多いよな。死ぬんじゃねそれ。お前それやった瞬間殺すからな。お前それ抱えた瞬間バカ野郎。なそっかい、うおーなんかずるしただろ今。何今の。ずるしただろ、なんか。軸操ったこいつ。やべ、取られた、俺の。俺のパックフラワー取られた。やめろ。あいつの、余計、なんか余計用がなさそうだったからな。回避読み、これ当たる絶対。はい、嘘つきました。マッチャンボールキャッチするしかない。出せ出せ、返せ、投げろ、投げねえ、くれ。あー、もうダメだ。あ、ダークライやばい。でもこれ、よければ。あ、ダメだ。快眠中。おはようございまーす。全部爆弾、全部爆弾、全部爆弾来い。全部爆弾来い。全部爆弾読みストーン。決まったわ。ラッキーラッキー、ラッキーラッキー。はい、もう OK、もう OK。お前はもうこのストック終わり。お前のこのストックも終わり。やばい、うまいことこいつスーパーアーマーでことなきを得ようとしてる。頑張れ俺の相棒たち。一回とりあえずお前起こしな。くそ、粘るなこいつ。いいねいいねいいね。ピューン。やばい、モンスターボール。違う、モンスターボールじゃない。これを投げつつ、強えな。野球ボール強えな、やっぱ。野球ボール中心の生活。おい。あ、いいぞ。デデカスが頑張ってる。デデカスじゃねえ、トゲカスだ。ついしゃがんでよけれるんすわ。
しゃがんでよけれるんですわ。しゃがんでよけれるんですわ。ぽいぽい、なんか後ろにある、危ない、いった、危ない、何それ、バナナの皮、バーニング、いや、やばい、うわ、マジか、ビスターバーニングと呼ばれたこの俺が、さすがにね、危ない、そっち強いんだよな、意外と回避読み刺さる、取らなきゃ負ける、なんだあいつ自らヒー、あ、くそ、ちっちゃい、し、決めたい、落とし穴の垂れ天空メテオからの、うおー、キャグトーク結果オーライ、ヒロさん対戦よろしくお願いします。クロム、あの天空で自分が負けになってしまうという悲しいペナルティーを背負ってしまったクロム、なんでクロムが弱体化なんだよ、ま、だって他の絶対ファイアーエンブレムキャラの方がよっぽど弱体化してた必要だったろ、え、つかめない、ダウンしねえか、パイヤパ、パイヤパ、足長い、なんかキャッチしちゃった、あげる、何が出る、スタージャーいけ、なんかスタージャーってスタージャーをモチーフにしてるヒモヘビっていうのがすげえ可愛いんですよね、あ、それ届くんだ、毒あるらしいけど、なんか爬虫類好きの気持ちがちょっと分かったの、ツイッターとかで回ってきて、あげる、今のパーセントで死ぬの、切り裂くな、お前、空中は爆弾で、空中は爆弾で、絶対ダメ、お前キャラクターした瞬間、お前の終わりな、はい、この世の終わりこれがアシストフィギュアの弱点、絶対に着地好き、一発もらうことを確保しなきゃいけないから、ね、着、ちょっとどうしようかな、ミドナ強いんだよな、死ぬぜお前、それ、あー、それが当たれません、いや、しくった今、もうお前死ぬと思って、もうお前空飛べ、アップデートで空飛べるようになったんだな、そういや、忘れてたわ、完全に忘れてた、じゃミドナ投げ、ガード、いや、2発当たれない、ふさふさ、これ今あいつあれついてんだよな、フランクリンバッツついてんだよな、俺がこれ取った、あ、フランクリンバッツ取った、お、自ら俺のもんだ、訴状、こ、来い、来いよ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 、撃てよ、撃てよ、なんだもん、その儚い抵抗やめろよ、おら、え、